遠くでもなんとか勝てそうだな。父さんの分も僕がやるんだ。お父さんに近づけたかな。大きな木が見えてきたぞ。
し、これはいいものだぞ。珍しい石なんじゃないか？なんとか勝てそうだな。気をつけないと危ないぞ。僕でもなんとか勝てそうだな。
少しはお父さんに近づけたかな。これすごく美味しそう。水がきれいだな。なんとか勝てそうだな。できれば人造人間に襲われるのを防ぎたかったけど、あれは沈没船かな。
強しなきゃな。はっ、いや、はっ、いや、叶えてやろう。さあ、願いを言え。体中に満ちてくるぞ。ピッコロさん、ちょっと相談は構わんが、うまく言葉にできませんが、孫の死に責任を感じ、それもあります。でもこれからはだから、もう少しだけスーパー。なるほどな。どうやら倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。もしセルが蘇ったり、新たな人造人間だからお前が気を抜いているようなら、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかそれより具体的な修行方法は考えてあるのか。それが無理もあるまい。精神と何かいい。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕だが、心の強さ、心の孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったら。でもそうだな、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から。わかりました、ベジータさんに。よし、ベジータさんのところへ行こう。
始めましょうか。何の用だ？手合わせをお願いできません。お父さんを死なせてしまったのは僕のお父さんの代わりに僕が平和…ふざけるな！カカロットが死んだのが貴様のせいだと？うぬぼれるのもいい加減にしろ！クソったれだ。もう戦わんつもりだったが来い！貴様をぶちのめしてやる！カロットの代わりになれるのか確かめてやる。は、はい。やめた。この程度でビビるんじゃねえぞ。どうした？ナッツのパワーはそんなもんじゃなかったぞ。セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜く。
そんな貴様みたいな甘ったれがカカロットったれ、うん、お父さんの代わりだなんて、もっともうしばらくスーパーサイヤ人。こんにちは。ありがとうございます。すごいパワーの塊だ。どうでしょう。ありがとうございます。はい、あの、おい、おい、どうしよう。いいよ。はいはい。あの、どうじゃ？はあ、はい、よか、うん、そうじゃ。無神人様のところにやってみようかな。なんとか勝てそうだな。あんな大きな船が沈むなんて。
が沈んでるぞ。珍しい魚が取れた。Thank you.
いつでもいいぜ、かかってこい。Yeah!
僕でもなんとか勝てそうだな。海底探検ができそうだね。へえ、あんなところに洞窟があったんだ。そうだな。すぐに片付けてくれ。さあ、フラメッカーズ。ありがとう。覚悟はいいか。
タ様とやり合えるとはなかなかだ。ついて勉強してくれるだか。わかったよ。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。そうか。僕も。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名は、事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられている町の名がそう解明された。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、それだけではと母である父が、サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、そんな時正義感の強いご飯、圧倒的なパワーと技で、そして強盗を退治したご飯は、人々はこの謎の正義の味方を金色の、また金色の戦士。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。あー、もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。
なにちょくちょく悪者が出てくるなんてしょうがないな、この町は。はーい、編入してきたご飯くんだっけ。あたし、イレーザ、よろしくね。ついでに驚くわよ、リーデルのパパはなんと、え、ほら驚いた。そうだ、あなた今日銀行強盗騒ぎ、金色の戦士が強盗を乗せちゃった。そうなんだ。ああ、リーデルの趣味は、ほら、やっぱり世界を救ったミスターさん。この子強いから、よく警察に。あなた、金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要。相手を見、そいつが強盗を倒せそうなんか。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなや、最も俺の球を。は、適当に。うまくてお母さんやブルマさんたちも難しいな。ふん、俺の剛速球で。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。お前、マグル、そうだよ。あれでもやりすぎだった。後で早速。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。あら、ごはんくん。はい、何かあるわよ。私、本当ですか。いいわよ、少し時間。すいません。どうも、トランクス君はどこですか。多分重力室でベジータに仕事。トランクスをご飯君より強くしたいらしい。重力室か、どこだったかな。ごはんさん、いつ来たの。さっき来たばかりさ。なあ、お父さん。うん、パパに一撃食らわせられたら。あのベジータさん。うん、絶対言うん。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといってもくん。はい、そういえばトランクス。ああ、そろそろ本格的に鍛え。貴様もうかうかしていたらすぐに。あ、そうだ。ふん、この俺に一撃でも当てられた。ちょうどいいところに来たわね。いいな、僕。うわでしょ。あ
ありがとうございます、ブルマさん。僕、やっぱり。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっこうけに気を。はい、お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりふふん。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は、悟空があのセルとの戦いの前に残していった、グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られ、ついでにパトロールを。ことなさそうだな。大したことなさそうだな。やっぱり飛んでいくと楽だな。大したことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー、ちな、な、な、なんだてめえは。私は、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。バッチリ決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる、やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に。ここに置いとけば。私が無線で連絡。強いんだね。で、正体は。ええ。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？そうなんですよ。だから。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫。なんでわかったのですか？声よ。それと喋り方。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会
あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え？そんなの。いいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やったー、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずる。それじゃ、私は。しかし、こんなにあっさり変装。それに、学校が終わったら。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃった。でもヘルメット、ブルマさんのところ行ってみるか。お、すっごいパワーだ。大きいな、西の都は。よし、そろそろだな。あれ、あの人なんであんな。どうしたんですか。あ、僕です。どうしてまたそんな。いろいろありまして、とりあえず、まあ、正義のところで。そうです。今困っていることがあって、それでちょうど出かけているみたいで戻ってくる。そうなんですね。それは助かります。ええ、構いませんよ。さあ、この正義の味方。まあ、ちょうど正義の味方さんに。え、実は私、修行の旅に出られたその畑から化け物が出てきて。そりゃ大変だ。はい、お願いします。わかりました、すぐに。そうですね。それじゃ、行って。アクション。天心庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。
したことなさそうだな。この辺りだな。助けて！化け物め！出てけ！やつは確か土に植えた種から出て、よくも村を襲ってくれた。出てけ！悪は絶対許せ。正義の味方、決まった。出てけ！正義の力を受けてみろ。これでぜ…なんと俺を…はっはっは…化け物はどこだ？ランチさん…なに？遅かったか。そんな危ないですよ。昔…しょうがね。とりあえず…僕は大丈夫ですけど。あの化け物が…そういえばあの化け物を倒…そいつは天津飯の畑で取れて…ちょっと待っててくれ。あら、まあ、おいしよろしかったら、そのお野菜でいかがでしょう。そりゃ助かるよ。私たちはそれでは、天津飯さんの畑からもっとお野菜を。ええ、もちろんです。あら、いやー、あん野菜もとてもお店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。そこまで喜ぶ。天津飯さんの美味しいお野菜で作る。はい。もう一人のは、それはまた、いろいろ。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。
ブルマさんいるかな。おー、ごはんさんいらっしゃい。そうなんだ。うん、いるよ。へえ、出場なんで？実はクラスメイト。ミスターサタン。ミスターサタンってセルと戦う格闘技世界チャンピオン、その娘がクラス。え、でも結構いい子。でもその子に僕、一緒に天下一武道。同時ね。そういうとこしっかりしてるようでも。で、何？声も変えられるように。いや、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターだから、このヘルメットの代わりに。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしたってことないじゃない。ごはんくんだって。お、なるほど。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメン。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで言う。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら。え、あの時は大きな力の差があった。だが貴様が平和に浮かれている間も俺は。あ、そう、全然働かないのよ。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かない。すごいや、お父さんとごはんさんが戦う。俺も出るぞ。 お父さんの声だ。お父さん、カカロット。そうだ、久しぶりだな。今あの世から海王様通して話して。お元気でしたか。お、あ、マチンデッケと。本当に本当に天下一武道。うん、占いババに頼んでご飯もベジータも出んだろ。いや、誰。バタイ、楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。俺は俺もだ、ベジータ。じゃあみんな天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ご飯。早くお母さんやごてんくんや。はい、いいぞ。そうだ、ベジータさんも正体がバレないように。切るか。俺は。やっぱり大きいな、西の都は。まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も？本当？悟空とはまた久しぶり。天下一武道会か。でも悟空やご飯やベジータは出場するべきです。5位まで賞金がもらえる。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万。出場しろ、クリリン。そうだな。パパとママ何か出る。そうだよ、マロン、頑張ってたくさんお金。はーい、パパ。 よーし。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入るかな。いや、ところでお前、なんでそんなおかしい。何言ってんですか、かっこいいの。クリリンさんもセンスが。じゃあな。クリリンさんには止められたけど、神様の神殿へ急ごう。クーさんも出てくれるかな。デンデはどうだろう。よし、着いたぞ。そうか。でしょ。よし、デンデはどうする。いや、出ません。僕は戦闘タイプ。ところでご飯。やだな、ピッコロさんまで。
わからん。それじゃ。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたら、お母さん喜ぶだろうな。お母さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでみっちり修行しないと。悟空さんが天下一武道会のためそったらビッグニュース。なしてもよかったな。御殿弟一人参っただな。俺だけ年食っちまう。あの世じゃ年食わねん。あの優勝すると1000万。出場しろ。ごはんおめえと悟空里で賞金1500万円。いや、まだ勝てると決め。いや、必ずど。いや、天の恵みだべ。夫の財産。御殿、明日からの修行。待たせたな、御殿。まずは首手から始めようか。とりあえずスーパーサイヤ人よ。よし来い。兄ちゃんだけずるい。信じられない。でもよし。あI'm not
スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人。ゴテンがスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。そういえばもしかに、まあいっか。本当にデートに誘いに来たわけ。違うって言ってる。よく名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教え。ふーん。おめえ、お礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだ。そんなことするわけないでしょ。いいだ。やったー。すごいじゃないか。そうかしら。さっき弟さんは自由。ゴテンはもともと木のコントロール。そこまでできれば。また明日も来るわ。え、木のことをもっと知りたいわ。それとも私が。いやそんなこと。じゃあ明日ね。何よ。もっと短くした方。ショートヘアの方が。いや好みとかじゃなくて。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと。お姉ちゃん、わかる。さ、昨日やっぱり。無理をするな、トランクス。部屋から出て。お前にこの150倍の重力。やっぱりこのままじゃ。何？楽ちん。あいつ冗談じゃない。伝説の戦士と言われる。トランクス。はい。孫悟飯の弟。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ。まったく。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどで。おかげで僕たちはやっと。お父さんもやってくる。天下一武道。天下一武道会も間近に迫り、それぞれの修行の最後の仕上げに。よし。そして本当に久しぶりの。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのは
っと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。